皆さんこんにちは、ムンです。デッドバイデイライトやっていこうと思います。今回はですね、またサバイバーで、クローデットモレルでいきます。はい。でキラーもね、本当はちょっとやりたいんですけれども、今までね、デッドバイデイライトしばらくやってなかったんで、ランクがですね低くって、キラーを選んで部屋を作ってもサバイバーさんが来ないんですねレベルが低すぎて。そうなので、まあちょっとあれですかね、多分今もランクリセットっていうのがあって、毎月13日かなにリセットがあるんですけど、というか前はあったんですけど、今もあるのかな。はい。まあ、あることを願って、そうですね。だから13日あたりに、みんなランクリセットされて、その時にちょっとキラーをね、やって、見たらマッチングするんじゃないかと思っております。はい。多分全然うまくできないんですけどね上手な人たちもランクリセットされるから、まあ上手な人たちと当たってしまう可能性も大きいですので そうボコボコにね煽られて泣きを見るという結果になりそうですけども、まあその時はその時で、まあとりあえずできたらやってみようと思います。はい。トーメントクリーク、コールドウィンドファーム。これどっちがこのマップの名前なのかなわかんないですけどはい、とりあえずちょっと周りを見て、どうかな、今回はキラー何かな。あ、トーテムあるな、ちょっと壊しておこうかな、トーテムね。前回の動画で言ったかもしれないですけど、ノーワンっていうやつがね、あると怖いんでね。あ、やばい、来てる、バレない。バレたね、音で。あー、やばい。マイケル・マイヤーズじゃないですか。このゲームだと、名前はシェイプっていう名前だったかな。よくね、このゲームの実況、動画とかされてる方たちはお兄ちゃんとかね、言ってますけどね、ストーカーなんですよね、実の妹のストーカーなんですよね。何でしたっけ、映画の名前ちょっと忘れちゃったけど、そう、その映画の殺人鬼の、キャラクターですよね。怖いな。そう、ストーカーなんで、生存者をね、じーっと見るっていう、スキルみたいなのがあって、で、さっき、てん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 みたいな音楽流れたと思うんですけど、段階があって、今、1段階上がったってことなんですよね。だから私がすっごい見つめられて、そのゲージが溜まってしまったわけですね。で、もう一段階上がると、怖いな。で、もう一段階上がると、あ、呪いが、破滅というやつがあるのかな。トーテム、光ってるトーテムがどっかにあると思うんで、ちょっと探しに行ってみようと思います。そう、で、その、段階がね、キラーの話ですけど、段階が上がると、最後の段階に入ると、一度の攻撃でダウンしちゃうんで、怖いんですよね。あんまり見つめられるのも怖い。その行為も怖いが。いるな。ないかな。白い顔ね、マスク怖いですよね。暗闇の中で
あの白いマスクがね、こちらを見ていたらね、怖いですよね。あの真ん中の発電機 やってる人いるな。でもなんかいるな、こっち側に。あ、いた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 。チェイスしてるか、生存者と。あ、トーテム発見。あった、これが光ってますよね。このトーテムを破壊すると、先ほど破滅という、なんつったらいいんだろうっていうのがこう発動してたんですけど、これを壊すことで浄化って出てますね。浄化ということで、発電機のね、なんだろう、破滅って何の効果があるんだっけな。あれがあると発電機、あ、最終段階に入ったんで、今から切りつけられると一撃で倒れてしまう。やばい、近づかない方がいい。怖いな。そう、発電機のね、なんだっけな、進み具合とかが遅くなるんだったかな。確かそんなような感じだったと思います。ちょっと説明入れられたら言うときますね。やばい、来てるな。どっから来てる、どっちだ。あ、追われてる。やばい、ちょっとここは逃げないと助けられもしないから、身代わりになることもできないですね、一撃だと。あー、怖い怖い怖い。さあ、そこの発電機やろうかな。破滅も壊したことだし。あー、切りつけられたね。そうで、今最終段階なんですけど、あ、で今のね流れた音楽で1段階下がったんで、今なら一撃で倒せないですね。通常通りになりました。あ、助けに行ったな。今ちょっと考えたんですけど、助けに行った方がいいかなと思ったけど、ここをちょっとつけちゃった方がいいかな。あと2個だしな。結構進んでましたね、いつの間にか。どうだろう、とりあえずつけてからその後のどうなるかで様子見ですね。さあ、どうかな、まだかな。そろそろ助けられてもおかしくないんだけど、時間的に追われてる。あ、追われてるな。あれ、今こっち見たな。あれ、標的変わったな変わったな。やばいな。あれ、あ、助けたから変わった。ターゲットが変更されました。まあ、私今のね、そういう追いかけっこのことをチェイスって言うらしいんですけど、あのね、もう超下手くそなんでターゲット変わってよかった。まあ、こっちのね、こう発電機のこれもですね、自信があるわけじゃないんですけど、チェイスするよりかはマシ。あれ、死んじゃったな。あれ、3回も吊るされた。あ、さっきの吊るされた時にもう半分以上切ってたんだ。半分以下になったんだ、ゲージが。そっか、早く助けに行くべきだったかな。あれ、今切られてるぞ。とりあえずゲート開けに行こう。とりあえず開けて、あ、やばい、3段階目なったな。え、どこにいんだろう、ちょっと怖いな。ゲート開けてる間に、あそこか、そこなら何度か間に合うかな。ただ、いや、ちょっと怖いな。見つかるとまずいから、無理しない程度に。近いな、思ったより。これでこっちに来られたら、割と早めに逃げた方がいいな。助けられないかな。
こっちじゃない方のゲート見に行ったかな。来ないね、こっち。よし。あ、行った。あ、いるな、こっち方面に。こっち来てる、しかも。あ、いないと見て。あ、落ちた、落ちた。よかった、よかった。いないと見て、釣ってる人の方に戻ったかな。助けに行ったと思ったか。あ、張り付いてる？もしかして。あの人は救わせねえぞっていう感じ。左側に行ったな。ただもう一人脱出してないから。うわ、来てる、やばい。うわー、危ねえ。よかった、今見つかったかと思った。半分切ったな。どうしよう。ゲージが、あ、今見つかった、これ見つかった、大丈夫。あ、今行ったわけじゃない。間に合うか。行くぞ、一か八か。あー、そっちを切る。あ、ここにあれがある。あれ、私を見失った。直せっかな。間に合う？間に合う？一か八かで行っちゃっていいかな。あ、間に合う、間に合う。一か八か、私を切れ。よし、オッケー。これで運が良ければ逃げ切れるかも。どう？あ、うわー、ダメだったか。いや、どうだったんだろう、ちょっと失敗だったかな。やんない方が良かったのかな。うわー、ちょっと何とも言えないですね。あ、もう一人の人脱出した。ダメだったか。さて、これでまず回復して、まあ、そこだから多分間に合うでしょう。多分3段階目まですぐに上がるほど貯めてはないと思うんで。よし、じゃあ出ましょう。はい、脱出成功。ちょっと残念でした。ちょっと自分の行動が良かったのかどうか分かりませんけど。まあ、ちょっとね、残念、申し訳ないという気持ちもちょっとあります。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、またね、次回、やろうと思いますので、よかったら見に来てください。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い一日を。